まあまあ時間ギリギリですけども、あと今日は多分道中テロップが多めになるかもしれませんね。あのちょっと口の中怪我しちゃってね、喋りにくいんであれなんですけど、で鴨行きに、あ、で押してもらいましたよ。結局亀山で押してもらいましたけどね、駅のところでね。よし、ということでこれもバッチリですね。次はねこの電車に乗ってね、鴨行き乗って、杉山までね行こうと思います。さあどこに向かってるのか。ちなみにマジレスをしとくと、まあ京都の方に向かっていくわけなんですよね。実はあの在来線で行くときはね、四日市京都間の場合やったら、あのまあ一番早いのは、ね、新幹線使うのが一番早いんですけど、その時はね実は在来線で行くんだったらリアルにこのやつ使った方が、大阪の方に行くのにはね全然無能ってねよく言われたりしますけど、こと京都三重間に関しては本当最短で結んでるんで、あのどんなに遅くても、こっちの方が有利になるよということなんで、実はあのリアルにこっちが使い勝手がいいというのがあったりしますということですね。さあ乗ってきましょう。終点京都、終点の京都です。
ドア、ドアは通り開きます。ドアから手を離してお待ちください。この電車は到着後、会場で止まります。次の乗車できませんので、皆様お待ちください。お客様のお乗り換えと対象車として開館してあげます。京都線に113客入るのがもう早々乱れ合ってなってくるんでしょうね。あ、ということで京都駅も行きましたね。どっかな。あ、そうか。そもそも説明してなかったな。こっから嵯峨野線の方か。これ32番線か。の方でなんか時間みたいなのでね。